龍銀幕のあらすじ。長期休暇を控えた俺は上場で一丁の軍力へ向かったが、意外と大喜利病院。そう言われると痛くなってきた。自分がいる病院それは死ぬのか。龍銀幕彼は知らなかった。点滴に痛み止めが含まれていたことを。朝入院の最大の敵は退屈。一日検査はあっても一つ点滴効果や採血検温などイベントはあるが、ほとんどの時間は退屈。だが俺は時を無駄にはしない。一度の人生ミュースは楽しんでみせるぜ。数年間市販カレンダー今ほど天神書籍差し込む。まずは2週間無料お試し。映画ドラマカフェの両内のムーブいいね。でもスマートフォンには精神制限が。そんな時はいつでもどこでもネットにつなげるポケット Wi-Fi レンタルサービス。延長手続き一切不要、通信制限実施中。ご返事ご覧ください。やったー、これで認知もバッチリだ。でもいつも同じとこくるくる、漫画差し入れふるふる、暇暇暇暇暇、やることなさすぎふらふら、点滴毎日ポタポタ、暇暇暇暇暇。心にとらわれずに普通の日々に憧れるよ。やろうと思えば何でもできた。やろうと思えばやれるからこそ何もしないで過ごせてきた。あまりですがましい。名が恋しい、チャイが恋しい、会社さえも何もかも恋しい。俺は死ぬのか。死ぬのは嫌だ。やろうと思えば何でもできた。やろうと思うそれだけで何もしてこなかった。まさかの癌、調べたら30歳未満の肺がん患者数は統計上10万人当たり1人未満。まさにミラクルの不幸。大丈夫、私が治すよ。多分死ぬわけじゃない。説明します。あなたの癌に大きな癌、心臓に近づいて手術は危険だから、癌を小さくするために使うわ。ガンツイってあの内臓美白の力で受け、心が噛みつくたのは何。あんまりない。その2日後うっ、臭い、臭い、尿が臭い、デパートが臭い、いつもきつい、ケーションも臭い、気持ち悪い。さらに9日後神が神が抜けてゆく、抜けてゆく、抜ける。神が神が抜けてゆく、抜けてゆく、抜ける。順調。やった。早速開けて。大丈夫さん。先生は退院は明日だって言ってます。突然の退院ワクワク。ワクワク。突然の退院ワクワク。待て、それでいいのか。再入院は1週間後。俺はこの時をどう大切に過ごせばいいんだろう。何が有意義で、何が無駄なのか。わからないまま。おかげさん、痛みが時は余っては組めないか。手術はお前を待ってるぜ。てんてんてん、てん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 。はい、注目、手術の説明。右の膝の肺を後に背中を咲いて、パチッと置け、ブリッと向いて、パチッと落として、痛いかと思います。オッケー。気持ち悪くなってきた。大丈夫、頑張るのは、やめろ、お前じゃなくて、私。手術の結果成功。ベッドの上で一歩も抜けず、二つの空間に繋がれてた。枕の位置も変えられないし、冷蔵庫も一人で開けられない。背中にフィギュアでも乗るような苦しみが
死ぬほど痛い。ピンキルソーマルの神々、痛めたのは地球から。エライリスラも痛くてできない。ハイチチンブブラフラスイン、息をするぞ。ハイが爆発しそうだ。ハイが横なってるんだ。何に耐えてるハリリリバン。何にかこのマスパイしてね。人に痛みに殺したい。ボタンがない、届けない、ボタンが届けない。生活は終わった。だが俺のガンとの戦いはとどまることを知らない。